こんにちは、テイです。今回は2021年2月に購入した登山ギア ULK ギアを紹介します。去年の12月から毎月購入した登山ギア ULK ギアの紹介をし始めたので、今月で3回目になります。この企画は趣味で登山やトレランファストパーキングをしている私が毎月購入した登山アイテムのファーストインプレッションとか購入した背景をお伝えすることで皆さんのウェアやギア選びの参考になればいいなと思って始めました。購入して間もないので薄くて広い解説にはなるんですけれども、特に軽量さを重視した登山やトレランファストパッキングをされている方の参考になるかと思いますので、もし興味がありましたらぜひご覧ください。といった感じで私のチャンネルでは軽量に特化した ULK ギアや登山ギアの紹介、レビューを中心に発信しています。もしこういった分野にご興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。2月は合計8点購入しまして、正直パタゴニア祭りになってるんですけれども、パタゴニアがあまり好きでない方も参考になるかと思いますので、ぜひご覧ください。今回紹介する商品は全て概要欄の方に記載しておきますので、動画内で不明な点があればぜひそちらをご確認ください。はい、まず1点目がエヴァニューの EXP マット UL65 です。こちらはテント泊などで使ういわゆるクローストセルタイプのマットになります。私は今まで寝心地重視でこういったエアタイプを好んで使ってたんですけれども、テント場の環境が悪くなればクローズドセルでもありかなというふうに思いまして、特に軽量に振り切ったモデルを購入しました。こちらはですね、山など特にチタン製のクッカーなどで有名なエヴァニューから出ているマットになりまして、重量がなんと 50g と本当に究極に軽量に特化したモデルになります。私が知ってる中で他に軽量に特化したマットだと山と道のミニマリストパッドがありまして、この広げた時の長さが 100cm、 そして厚さが 5mm で重量が 53g ですので、おそらく最軽量に近い部類かなというふうに思います。ただしこちらのエヴァニューのマットはこちらの横幅が 50cm で厚さが 9mm、 そして長さがその名の通り 65cm になりますので、サイズ感としては本当にこう背中からお尻がギリギリカバーできて寝返りが十分打てる幅もないかなというふうに思います。ですのでこれ実際使うときはおそらく足元にザックを置いたりとか、こう予備のマットと組み合わせたりとちょっと工夫が必要かなというふうに思ってます。まだ山では試してないので消化などはお伝えできないんですけれども、今年の春夏のテント泊で使ってみようかなというふうに思ってます。はい、エヴァニューの EXP マット UL65 でした。はい、続いて2点目がこちらもエヴァニューのアルコールストーブ用スタンド DX になります。このエヴァニューのアルコールストーブと組み合わせることでこうより燃焼効果を高めることのできるスタンドになりまして、一応簡易的な風防側にもなります。私は山で調理するときはこういった固形燃料タイプのものだったり、あと普通にガスタイプが多いので正直そこまでアルコールストーブは使ってないんですけれども、一応アルコールストーブはエヴァニューとエスビットのものを持っています。エヴァニューのアルストはこういったエスビットのアルストと比べると正直燃費悪いんですけれども、チタン製でできていますのでこの軽さとコンパクトさが売りでして、これに五徳と風防を組み合わせて基本使います。こういうふうにアルストに五徳とあと風防さえあれば十分にお湯を沸かすことができますので、正直こちらのスタンドは必ずしも必要なアイテムではありません。重量も 52g ほどしまして余計なスペースも取りますので、私はこう空の UL 登山とかあとファストパッキングで使うというよりも、なんかこうパーティーでのんびりと登山したりとかテント泊するときに使おうかなというふうに思っています。あとですね、こちら小さな焚き火台にもなりますのでキャンプをされる方にもいいのかなというふうには思いました。はい、エヴァニューのアルコールストーブ用スタンド DX でした。はい、続いて3点目が MSR のスポークになります。こちらはスプーンの先が割れていてスプーンとフォークの役割を持ったスポークと呼ばれるものになります。こういった感じで折りたたみもできるようになっておりまして、重量は 12g とかなり軽量です。で、こういったスポークは他にもモンベルとかトークスからも出されてるんですけれども、MSR のスポークが定番で価格も安かったので初めてこういったタイプを購入しました。今まではこちらトリテンシルのスプーンとフォークになるんですけれども、こういった感じでスプーンとフォークが分かれているものを使っていまして、
特段不満もなかったんですけれども、こうより軽量に特化して装備でいく場合に今回購入したこのスポークを使おうかなというふうに思っています。 MSR のスポークでした。はい、続いてウェア系の紹介なんですけれども、最初に断っておきますと、購入したウェアは全てパタゴニアのベースレアになります。今まで数多くのパタゴニアの動画を出してきた通り、私が好きな山ブランドの一つでして、個人的には最近の買い物の中でもいいものを買えたなというふうに思っています。もしパタゴニアが嫌いとかベースレアは興味がないという方は静かに動画を閉じていただいて大丈夫ですが、少しでも興味がありましたらぜひ続きをご覧ください。はい、今月購入したアイテムの4点目がパタゴニアキャプリンクールデイリーシャツです。こちらは私が持っているパタゴニアアイテムを全て紹介した動画でも取り上げたアイテムになります。こちらはキャプリンの中でもクールシリーズという暖かい季節に着るベースレアになっています。で、クールデイリーシャツはパタゴニア製品の中でも最も多用途に使えるシャツというふうに言われていまして、登山とかランニングとかスポーツ全般など汎用的に使いやすいのかなというふうに思います。で、生地はですね、ほんのうっすら透けて見えるぐらいの薄さでして、表面も結構こうつるっとした滑らかな感触になりますので、ちょっとこうスポーティー感が強いようなベースレアかなというふうには思います。私は購入してからランニングと部屋着として使っていまして、暖かくなって本格的に山が行ける季節になりましたら登山とかトレランで使いたいなというふうに思ってます。はい、パタゴニアのキャプリンクールデイリーシャツでした。続いて5点目がパタゴニアのキャプリンクールライトウェイトシャツです。こちらもキャプリンの中でもクールシリーズという暖かい季節に着るベースレアになりまして、3つあるクールシリーズの中でも一番軽量かつ薄いベースレアになっています。ですので先ほどのデイリーシャツと比べてもよりちょっと透け感が強いような印象になります。で、こちらのライトウェイトシャツは速乾性が一番高くて、真夏で大量に汗をかいたりするシーンで使いやすいというふうに言われていますので、私は登山というよりも真夏のこうトレランとか運動量が多いシーンで使う想定でこちら購入しました。まだこんな寒い季節なので一回も使えてはないんですけれども、これも暖かい時期になったら本格的に使用してちょっとレビューをしてみたいなというふうに思います。キャプリンクールライトウェイトシャツでした。続いて6点目がこちらすでに着ているキャプリンクールトレイルシャツになります。こちらもキャプリンの中でクールシリーズのベースレアになりまして、3つあるクールシリーズの中でも一番厚手なので保温力も高いというふうに言われています。ですのでこう真夏で汗だくになるような環境や運動で使うというよりも、少しちょっと暑さと寒さが入り混じるような環境とか季節で使う感じかなというふうに思ってます。個人的には肌触りがものすごく良くて、見た目もいい意味でコットンライクでスポーティー感が抜けていますので、正直私服として使っていても個人的には違和感がないです。山で使うなら春から秋までの登山がメインで使おうかなというふうに思ってるんですけれども、今は主に普段着として使っています。あと最近暖かい日が続いていましたので、このシャツと前回レビュー動画を出したフーデニーを組み合わせてランニングでもちょこちょこ使っています。はい、キャプリンクールトレイルシャツでした。続いて7点目がキャプリンサーマルウェイトクルーです。こちらはパタゴニアのキャプリンの中でベースレイヤーというシリーズのアイテムになります。いわゆる秋冬など寒い季節に着る肌着になりまして、サーマルウェイトは3つあるベースレイヤーシリーズの中でちょうど中間の保温力になっています。前回のパタゴニアの動画でサーマルウェイトが一番暖かいと言ったんですけれども、それは間違いでして、一番暖かいのはキャプリンエアになります。ただこちらのサーマルウェイトもポリエステル 100% で重量が 147g とすごい軽量なんですけれども、この1ヶ月間ぐらい使用していて保温力は十分に高いなというふうに思ってます。というのもこの素肌に触れる面が通気性のいい部分と保温性が高いフリース生地の部分がグリッド状に交互に配置されていまして、正直暖房が効いた室内で着ていると暑いぐらいに感じます。ただこちら保温力があるだけじゃなくて、この通気性のいい部分が交互に配置されていますので、体温が上がっても通気性がありますので、こう熱くなりすぎないところがこのサーマルウェイトの結構気に入っているところです。私はこちら購入してからほぼランニングで使っていまして、冷たい風が吹いていなければ冬でもこの1枚がちょうどいいぐらいかなというふうに思ってます。
一応登山の1枚目に着る行動着としてもちょうどいい保温力と通気性のバランスを持っていますので、長袖のベースウェアまだお探しの方は一度見てみてはいかがでしょうか。キャプリンサーマルウェイトクルーでした。最後8点目がキャプリンエアクルーになります。こちらはほんとつい1週間前ぐらいに購入したものでして、先ほどちらっと話に出したキャプリンベースレアシリーズの中で一番保温力の高い肌着になります。で、先ほどまで紹介してきたキャプリンシリーズの他のベースレアとの一番の違いと言っていいのが、素材がポリエステル 100% じゃなくてメリノウールが 49% も使われているところになります。ですので、こちらの特徴としてはポリエステルの吸水速乾性に加えてメリノウールの例えば保温性とか汗を吸ってドライに保つ吸湿発散性とか防臭効果を合わせ持つ点になります。見た目は着用するとピタッとタイトめなシルエットになるんですけれども、ニットっぽい見た目印象になりますので、山だけじゃなくてタウンユースでも違和感なく使いやすいのかなと個人的には思ってます。正直キャプリンシリーズの中でも価格が約1万8000円と群を抜いて高いので買うのは結構躊躇したんですけれども、まあ、タウンでも使えそうな汎用性とか、あと私が嫌いなメリノウール独特のこうチクチクさがあまりなかったので、今回ちょっと奮発して購入することにしました。一応こちらで先月購入したキャプリンミッドウェイトと合わせると全てのキャプリンシリーズをコンプリートしましたので、ちょっとこれから山とか街とかスポーツ全般などいろいろな環境で試してみて、キャプリンの特徴や使い分けだったりどんな人に向いてるのかのレビューを動画にまとめたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。キャプリンエアクルーでした。はい、最後にですね、かなり迷って購入しなかったものを一つだけ紹介させてください。それが視聴者さんからの要望が結構多かったパタゴニアの R1 エアになります。私も実際パタゴニアショップに行って試着したり店員さんからの話を伺ったんですけれども、最終的には今現時点では購入しないことにしました。というのも、先ほどまで紹介してきたキャプリン系のベースレアよりもかなり厚手の生地になっていまして、寒い時期の登山やトレランとかに使えそうな感じです。逆を言ってしまうと季節的にこれからかなり暖かくなって着る機会が少なくなってしまいますので、今回はより薄手のキャプリン系のベースレアを購入することにしました。コメントいただいた方には大変申し訳ないんですけれども、直近で買うことはおそらくなくて今年の秋冬ぐらいに買おうかなというふうに思っています。はい、以上が2021年2月に購入した全てのアイテムになります。もし気になるものがあればぜひ試してみてください。今回購入したものの中でより詳しく知りたいとか、他に気になる登山ギアや UL 系ギアがありましたらぜひコメントください。はい、こういった毎月購入した登山ギアの紹介だけじゃなくて、普段から登山やファストパッキングに使える軽量なギアや登山ギアを紹介レビューしていますので、もしこのチャンネルが気に入りそうであればいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。